どうも、エルザライトです。それではデスストランディングやっていきましょう。じゃあ早速出てみますか。なんかね、結構運ばないといけない感じなんでね、頑張って運ぼうかと。全くないね。お、サム、配送端末で依頼を受けてくれ。まずは、あ、背中以外か、装備品以外はって感じだね、やっぱね。あとは、そうだね、受注してから。あ、結構たまるね。映画監督へタブレット端末を届けてほしい。そんなのがあるんだね。まあ、まずは上か。5ケースを届けろと。建設装置にジップラインを追加したわ。これは役に立つはずよ。早く移動できると。そうか。まあとりあえず、じゃあ2つと、一応はしごとロープパイル。この辺りもね、その血縁って言ってたね。煙をまくとっていう話だったから。対 BT は。こんな感じかな。とりあえずこれで行こうか。まあ移動できるなら借りて。行こう。さあ、バイクも借りていこっかね。うい。5ケースを届けると。ただここまでか。ここ絶対危ないよね。もうそんな気がして。あ、クラクトマンのところあたりか。まあ道なりに行ってという感じだね。よし、行こう。意外と深いですね。危ない。よしよし。こっから
逃げか。こっちからでいいか。意外と早かった。ここについて、あとちょいだね。ちなみに、おお大ジャンプ決まったね。あ、そこは もうちょいか。セラミック持ってきたいね。ドイツ車に変えて、でもって音楽からは離れると（笑）すぐね、消費というか著作権かかるんでね。あ、違う。なぜか四角を押してしまうブレーキを押すとき。もうこれを左だよね、もうね。よし。行ってからでも大丈夫か、意外と。いや、ここら辺から曲がっとこう。めっちゃ変えられる結晶あるじゃん。まあまあね、ここら辺ちゃんと取りながらね。よし。よし。で、こっちで合ってるかな？合ってないね。なんなら当たらなくて。ああ、しかもあっち BT 出るか。降りないといけなくなるのは確かだね。シェルターがあると、もっと効率よく集めれる方法を見つけたいね。こうつなぐか。さっきなかったと思うんだが。おお、これはでかい。
さあ、特に何も起きず進んでいくが、危ない危ない。こうしてこうか。やっぱ来るよね。あの中とここ周辺にいるってことか。バレたですよね。これをやっぱ乗り物はダメか。さあ、仕方ないか。やっぱこれで行くしかない感じだね。おい。それなら、もうじっくり行くか。あそこのセラミックとかの大量にあるの欲しいけどね。めっちゃあっちあるな。めちゃくちゃでかくないか。いや、これもしかして、おお、マジか。いや、数が尋常じゃない。あれは別格か。もうい
マジか。しかもそんなに効いてなかったぞ。とりあえず走る走る走る。やばい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 。マジか、やべえぞ。なんだあれ。いや、マジ久しぶりにびっくりした。だからあの辺りでアイテムが大量に落ちてたわけね。はあ。よし。まあ抜けたが全然見当違いの方向進んでるな。特にはないか、回復はね。まあこれは全部行こう、まあ、ゲットしたけど使わないとね。トゥンタタトゥン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 。大丈夫です。これが欲しいだけです。これが。この辺りも通路が通っていく感じか。やべえよな。いや、ついつい寄り道してしまうな。でもって靴はもう変えておこう。あそこかな、目的地は。
から上まで行けたら楽だよね。ただジップロックとジップライン足りるのかな。まあ、距離感がどんくらいかとかね、そのあたりもちょっと気になるところなんだけど、もうちょい下あたりからしてみようか。この辺りかな。あ、これ下ボタンしてか押せないのかね。まさかのカエラル通信会エリアってことか。あー、やっぱ自力で登る感じか。いや、あれ、なんで畳めないんだ。長くなったな。あー、マジか。しかも雨が降ってのこの状況がね、悪状況がずっと続くな。踏ん張る。これはさすがに登れないか。こっちはいけそうか。お、いけたね。いやー、来たー。あの BT のでかいのがつらかったわ。納品。さあ、K7 へつなげ、まず一つだね。建設素材を全5ケース納品。いや、あの BT の対処法知りたいな。サムブリッジズですね。たった一人の第二次遠征隊。噂はこの陸の孤島まで届いてます。BT を倒し、テロリストにも屈さない伝説の配達人に会えるとは、本当に深く感激しています。さて、お疲れ様でした。ここまでよく運んでくれました。おお、これだけの量があれば十分です。おかげでこの設備の復旧作業もはかどります。いや、それだったらよかった。やっぱね、ちょっと捕まったのが痛かったね。S だけど。UGA 加盟の各施設で化学物質。ほう。
通信があれば完璧です。どうぞ。さあ、新しいキューピッドで。おお、結構大規模なエリアがつながったね。プロテクター、アサルトライフゴム弾、へえ。さあ、ここまでつながった。ここの施設も UCA の一部になった。陸のことはガイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった。設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。全力を尽くします。サム、あなたも頑張って、一日も早く西へ到着することを祈っています。よくやったサム。次はマウンテンノットして北の配送センターまでつないでほしい。実は配送センターから非常事態の連絡が入っている。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく、怪我人が出ている可能性もある。その端末で確認してくれ。そうか。お疲れ様でした。新しい依頼が。こう、あんまりいいことが続かない感じだね。あなたの肩と足につけるプロテクターね。ほうほうほう。ただし、つけている場所には荷物を固定することができない。よく検討してから選んでね。なるほどね。だいぶ揃ってきたね。あ、やっぱりあれだね、使えるようになってきたね、ちゃんとね。前一括で配置ができなかったんだよね。いや、これでちょっと楽になる。納品。あ、違う、間違えた。まあ、特には何もないだろうしね。次はさらに山岡。ちょっと待った、40分以内、あ、緊急用してるからね。一個持ってるし大丈夫だろう。はしご一つ持っていくか。時間は限られている。何よりもスピードが要求される配送だ。はいはい。一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。いっそ。まあ、これでいこうか。スピードスケルトンでもいいんだけどね。ご提供いただきありがとうございました。で、ここを取って、なんかちょっとここは PT 出そうだな。こっちもこっちで大変そうだな。とりあえず方向だけ出して、
時間との勝負。いや、逆じゃん。あ、しかも山。さあ、汚れは落とした。いやー、すごいな、この山あたりを通っていくか。これナイスすぎる。肝心のこれはどこに繋がるんだ。接続できてるプロありませんか。じゃあ仕方ない。あー、でも特急振ってるな。これって、ね、あの飛行機系って出るのかな。え、しまった。今なんか、お、落石。マジ落石とかあんのこれ。マジか、それはちょっとやべえな。おほー、やべえやべえ。落石はちょっと困るな。そうね、ちょっと回っていきつつ、このままいけるか。やばい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 。おお、なんかやたらセラミック落ちてるな。よし、このまままっすぐ。で、危な。ここで。使わなくても良さそうな気がするんだけど、できる限りね、安全の方がいいからね。そう、 OK。 よしよし、雨は降ってない感じかな。ただ気になるのはスタミナ。
結晶月中ミュールが下にいるか。やっぱここら辺はミュールのところだったか。取れればとか思うけど、よし、一応ね、いる。タイミング難しいんだよねこれね。とりあえずこうだな。すげえなこれ。おいおい、センサーにかかったようだ。そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。気をつけろ、君が狙われている。マジか。そうなると、届かないかな。マジか、今までとちょっと展開が違うな。だからゴム弾とか手に入ってたわけか、さっきから。そうか、対人で戦うのも今後視野に入れちゃった方がいいわけね。よっしゃ、ってことはテロが起きてんのか、こっち側。可能性としては、回復して、よし、とりあえず、あ、やっぱテロ集団なんだ。ミュールだった連中がテロ行為をするようになった。彼らには荷物も配送も関係ない。破壊そのものが目的となっている。サム、さすがだ。見事だった。いや、本当。大切な荷物をよく彼らから守ってくれたな。この先も接触する可能性はあるだろう。気をつけてくれ。いやー、めっちゃ追っかけてくるね。
まあ、血液パックでライフ上がってるのもあったし、そういった意味では全然安定はしてるね。あとは運べる量がね、あ、400ぐらいか。どうかな、これで200。そうそう、これ以上持つとっていう感じもするな。隠れるようになってるわけだね、この辺りまでね。ここもつながるのか。結構山道通ってこれるんだね。欲しいね、道路ね。こっちは300か、しかも。まあとりあえず入れとこ。9って。よし、こっからまっすぐ。湖か。どっちだろうね、ため池になったのか、もともとこういう場所なのかっていう感じだよね。マジでそこにもあんの。結構通路の距離短めだね。ちょっとそのセラミック入れて置きたいね。ご機嫌だな。うん、ご機嫌だった。危ない危ない危ない。そうか、電池が切れたか。ここでしかもパワースケルトンの重さも相まって、疲労っていうかその疲れになってきてるね。いやー、今回は今回で大変だったな。まあ、あのミュールたちから気にせず逃げれたのは良かったけどね。それを K7 についでに持っていきたい。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。船内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。おー、すごい大型トラックがある。あれめっちゃ資材運べそうだな。
本当だったらさっきのミュールのところでだいぶ手こずるんだろうね。あったあった入り口、意外と見つかんないな。しかも雨降ってきてるね。またスーパーセル来るかな。スーツに付着したカイラル物質の洗浄異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。さあさあこれで納品。血液製剤は無事運べたねこれでね。いやよかったよかった。血液製剤は医療班が受け取った。仲間が助かる。さすがだ、こんなに早いとは。あんたもこの先テロリストに気をつけてくれよ。負傷は 3% か。まあまあまあ、うん、速度は良かったけどっていう感じだな。傷つけたのはテロリストだ。荷物の中に爆発物が紛れていた。それに気がついて処理しようとしてくれたんだが被害に遭った。レジロだ。悔しいが、もっと気をつけるべきだった。セキュリティが甘かった。でも何とかなりそうだ。ありがとうサム、助かった。そうだ、カイラル通信が繋がってきているそうだな。こんなところにまで繋がってくれるのか。いや、ドキドキする。試してみてくれ。さ、さあこれで結構つながりが早くなってきたね。ん？おお、もうちょい。アサルトライフルレベル2、ゴム弾もレベル2。いいねー。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。もう手を挙げるとか動作が増えてきたよね。次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで準備を整えてくれ。そっか、イベントか。あーでもここまで来たね。いやー進んだ進んだ。お、ビーチだ。
める。フィックスたちがとうとう来た。エッジノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて。はあ、マジか。首のキープはどうした。なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ。サム、あなたをビーチで待ってる。話が通じそうで通じない感じだね。まあ、あの首飾りも気になるところだし。はい、ということで、今回ここまでにしますか。まあなんとも。つながったはつながっただけど、また違う問題が出てき始めたね。それはそれでまたちょっと。っていう感じか。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、また。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。